い、では今週もはじめの一歩考察チャンネルやっていきたいと思います。いやー、モンスター井上の試合、今回も圧倒的な強さを見せてくれましたね。はじめの一歩が好きな方なら井上尚弥の試合も絶対に楽しめると思うので、まだ見ていない方はぜひチェックしてください。さて、救済明けの1468は考察動画です。マシバ VS ロザリオ世界戦、いよいよ決着が近い、そう思わざるを得ない波乱の展開となりました。それでは早速始めていきましょう。先週までの振り返り、はい、まずは先週までの振り返りを軽くやっていきたいと思います。話の流れとしては、ロザリオの度重なる反則によりマシバの中に住む悪魔が再び現れます。しかし一歩を筆頭に地獄界サポーターの声援を受けて悪魔が浄化し我に帰る、ざっくり言うとこんな感じでした。はい、はじめの一歩、お約束ですが話が全く進んでいっていません。さて、前回の動画でマシバが反則を受けて悪魔化しそうになる展開は、過去を振り返ると伊賀戦、ガルシア戦、そして今回のロザリオ戦の3回、正直同じ展開だし焼き増しなんじゃないかっていうお話をさせていただいたんですが、コメント欄を見ると意外にも真逆の肯定的なご意見が目立ちました。まずこちらのコメントです。マシバの反則との決別は何度あっても気になりません。沢村も言っていた通り、人は本質的にはそう簡単には変わらないから、何度でもやり直すんです。そういうリアルな人間性みたいなところを書いているのだと自分は感じました。確かにそう言われると自分自身も何度も同じ過ちを繰り返しそうになった経験はありますし、人間の本質という点では同じ葛藤が何度もあっても良かったのかなと、こちらのご意見を聞いて思い直しました。で、あと後半に書かれているチャンネル批判云々の話に関しては、前々回の動画でもお話しした通りスルーしますし、悪質なコメントと判断した場合はブロックしていますので、あらかじめご了承ください。では次のコメントです。こちらのコメントも前回のラストシーン肯定派のご意見です。繰り返しというか、そんな簡単に自分の中にある悪を払拭できるものではないと思いますけどね。それぐらい根深い闇を抱えていて、何度もそれと戦い克服し、チャンピオンになると同時に真のボクサーになるんだと期待するからこそ、マシバに感情移入できます。そう言われると確かにと思うところがありました。マシバのボクサー人生はこの世界戦でゴールだと思っていたんですが、もしかするとこの世界戦で真のボクサーへと生まれ変わった新生マシバレオとして第2章のストーリーが描かれるのかもしれないですね。で、次のコメントですが、再三足を踏まれているマシバに対しこんなご意見がありました。一つ疑問なのですが、再三マシバは足を踏まれているのに捻挫などのトラブルを足に抱えてはいないのでしょうか。足の故障を抱えてもおかしくないのではと思いました。で、これに関しては当チャンネルも世界戦が始まる前に宮田戦の反則シーンをトレースするのではと予想していたんですが、どうやらマシバが足を痛める展開はなさそうですね。宮田と比較するとマシバはフットワークを使うよりもどっしりと構えて戦うスタイルなので、足を踏まれてもくじくリスクが低いのかもしれないですね。はい、では次はこちらのコメントです。はじめの一歩を読まなくなって久しいですが、このチャンネルの動画見て久しぶりに読みたくなりました。内容もかなり忘れてしまったので一巻から見直します。いやー、こういうコメントいただけると YouTube 諦めずに続けてきてよかったって思います。本当にありがとうございます。で、このチャンネルを運営していくことで、こちらの方のようにまた初めの一歩を読んでみようって思ってもらえたら嬉しいです。で、あと今回のコメントを読んでいて全体的に目立っていたのが審判買収説ですね。ロザリオがあれだけ堂々と反則しているのに、審判はなぜ試合を止めて注意しないのか。かつてアウェイで戦ったボルグのように、対戦相手側のセコンドがレフェリーを買収して試合を優位に進めているのではと勘ぐるご意見が多かったです。で、ロザリオのマネージャーであるミスター・ビンのキャラ的にも不正をしてそうな雰囲気がありますが、果たしてどうなんでしょうか。今後も審判の動向を含めて試合を見守っていきたいところですね。さて、先週までの振り返りはこれくらいにして、今週1468話の話題へと入っていきたいと思います。果たして今週はどんな試合展開になるのでしょうか。早速考察していきましょう。最新1468話照明、今週のタイトルは照明です。意味合いとしては、自分の中に住む悪魔と決別し、自分を応援する全ての人に対して真のボクサーであることを証明するといったところでしょうか。悪魔と決別したマシバが前へと突進し、再び激しい打撃戦となる両者。ロザリオはまたもバッティングと同時に左フックを狙っていきます。
しかしマシパはバッティングに対し冷静にブロックすると、左腕で突き返しながらフックをかわしつつ強烈なボディを打ち込んでいきます。今度は足を踏みに行くロザリオ、マシパはこれも冷静にかわしつつ再びボディ、そして左を放ち劣勢だった状態を仕切り直しとします。クリーンファイトに徹するマシパに対し不満そうな表情を見せる沢村、手を握り合い試合を見守る一歩と組み、そしてかつて保護司として関わっていた水谷を思い試合の戦況を見つめる会長、盛り返してきたマシパですが、打ち合いの最中またも左目の上から出血し始めます。一方ロザリオはボディで動きを止められる展開を嫌がりつつもどう攻略するか模索していました。近づいて的確に打ち抜く、自身の戦略に沿って考え出したのが左から右のつなぎ目に合わせてカウンターで迎撃するという攻略法でした。作戦通りマシパの右に対しカウンターを合わせに行くロザリオ、しかしこれは距離感が合わず両者空振りに終わり、ここで第5ラウンドが終了しました。左目の出血を止めようとマシパ陣営が急いで準備に入ったところで今週のお話はおしまいです。次週1469話の展開考察。正直今週は見どころ満載のシーンがたくさんありました。まず注目すべきはロザリオのバッティングや足を踏む反則行為に対しマシパが完璧に攻略できたところです。今まではバッティングをガードした後でバックステップで距離を取っていたために、今度は足を踏まれるという苦しい展開に悩まされていました。またバッティングをかわすと同時に飛んでくるフックにも対応しなければならず、マシパは完全にリズムを崩してしまったんですよ。しかし第5ラウンドではバッティングをガードし腕の力で押し返すという攻略法によってロザリオの反則を完全に封じることに成功しています。とはいえマシパほどのボクサー相手に何度も同じ反則を繰り返していたら対策されて当然ではありますね。これまではバッティングから足を踏むという一連の流れに苦戦していたので、ここさえ気をつけていれば今後はロザリオの反則に苦しむことはなさそうです。次に注目したいのがマシパの右ストレートによるボディ狙いです。今回たった2発のみではありますが、あの好戦的なロザリオが一旦下がってボディを嫌がったこと、そして内臓を描写しているコマがあったことから、間違いなく今後ボディ狙いによってロザリオのスタミナ切れが起こってくることが予想されますね。ロザリオは一歩と同じくゴリゴリのインファイターなので、ボディをもらい続けることで足が止まってしまったら距離を詰めて戦うことが難しくなります。そうなればリーチの長いマシパの独壇場となりますから、勝利するチャンスは格段にアップすると言っていいでしょう。しかし懸念材料が1点あります。それがマシパの左目の上の出血です。前回まではそう大した出血じゃないのかなと思っていましたが、これだけ何度も出血するということは傷は深く、今後も出血してしまうと距離感が狂い戦いづらくなる可能性が出てきます。で、そうなると今週のラストのようにロザリオがもし再びカウンターを狙ってきた際に甚大なダメージを負う展開も予想されます。マシパは決して打たれ強いタイプではないので、ロザリオの強打をカウンターでもらったらおそらくは試合が終わってしまうでしょうから、セコンド陣の止血技術が高いかどうかも大切なポイントになりそうですね。そしてこれが最後の考察となります。ロザリオは意外と冷静にマシパのコンビネーションを分析してカウンターを狙っていくシーンがこれまでもありました。第3ラウンドでは左で距離を測り右を打つマシパの得意のコンビネーションを狙い撃たれ、見えない角度からカウンターを合わされてダウンを奪われています。マシパがこれから先も左右のシンプルなコンビネーションで攻めていくと、タイミングを覚えてしまっているロザリオに対策されるのは目に見えています。第3ラウンドでダウンを奪い返した時のようにアッパーやフックを織り交ぜてリズムを変えていかないと、またカウンターで倒されてしまうリスクが上がるでしょう。まとめると今後のマシパ VS ロザリオ世界戦の展開予想のポイントはこんな感じですね。1、マシパはロザリオの反則を完全に攻略済み。2、マシパのボディ攻撃でロザリオはスタミナ切れとなる。3、マシパの目の出血により距離感が狂いピンチに。4、マシパのコンビネーションのワンパターン化が
怖い。とっさのひらめきで何をしてくるかわからないロザリオに対し、マシバはどう戦っていくのか、今後も見逃せない展開が続きそうですね。この動画をご覧いただいた皆さんは、今後の試合展開をどのように予想されていますでしょうか。コメント欄にご感想やご意見、何でも書き込んでいただけると嬉しいです。さて、次回の動画は来週9月11日水曜日となります。この動画がいいなと思ったら、また来週もぜひご視聴ください。それでは今回はここで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。